何でもこう思ったら息長くやるって発心と継続でしょうかね。発心と継続、はい、はい、その心は発心と継続、そうですね、はい、もうこれと決めたらもうそれをずっとこうやっていくで横に広がらないってことでしょうかね。決めたことをやり続ける、頑固にやり続けるということですね。なるほど、ジョイフルの時にですね、はい、そのまず10店舗作りたいと。10店舗作りたい、うん、で10店舗作ったらもう人をたくさん使って教育してなんとかっていうのはもう自分には向いてないと、はい、うん、だから、うん、まあアパートでも年に2店とか、はい、1店2店作ってですね、それでもう自分ではもう人生で成功だなと思ってたんですけど、はい、その時に社員がもう60人ほどおりましてね、で店長はいいとしても、これから将来ある人、この若い人を多く使ってということは将来的なことを考えると、はい、そんな勝手なこともどうかなと。将来的にはですね、やっぱり店長もやっぱ成長したいっていうこう目が出てくるわけですから。はい、それで100店作って上場しようと。なるほど。ジョイフルの時思ったわけです。10店舗の時に100店舗作って上場しようと思った。はい。52歳の時にそう思って、それから57歳で上場しまして。上場して。うん。はい。で上場する時にはもう300店舗作ろうと。300店舗作ろうと思った。はい、思ったんですね。はい、チェーンっていうのは、膨大な量を。そういい商品を安く仕入れて、はい、でそのエンドユーザーであるお客様に安く提供するというその仕組みを、どうせ作るなら 1,000 店作った方がいいなというふうにこうだんだんこう積み上げていったんですね、はい、こうやって段階を追って大きくしていったわけですね、はいはい、そうなんですね。なるほど、夢を追いかける。そうです。花見社長のですね、はい、このホテル AZ を巡るですね、夢、はい、今追いかけてらっしゃる夢があるというふうに伺いました、はい、教えてください。まあ笑われるかもしれませんけどね、30年後には 5,000 億売りたいと。35年というのは僕も生きてませんよね、それはもう当然ですけど、今は78ですから、はい、しかし、はい、ジョイフルのこう積み上げていく式はですね、はい、やっぱり無駄なエネルギーが多いですね。効率が良くない。効率が良くない。その10店舗、100店舗、300店舗、1000店舗と積み上げていったこの目標の掲げ方では無駄が多いと。無駄が多い。無駄が多い。ああ、そうなんですか。積み上げていく目標とその30年で 5,000 億。5000億という今度逆算の目標とでですね、どういうふうに違うのか少し教えていただいても。例えばね、はい、5000億っていうのはとてつもない額なんですよね、はい、大体どのくらいの比率で伸ばしていけばいいかって言ったら 15% なんですよ。年率。年率 15%。 その 15% っていうと、そうすると今92億で、はい、そして、10年後に何ぼかと言ったら300億ぐらいなんですね。300億ぐらい。それだと約3倍ぐらいだったら、常に今の売り上げ10年後にその3倍だったらできそうな気がするんですね。はいはいはい。過去の経験から言っても、はい、先が見えて、うん、そしてその打ち上げていくロケットのこの初速のね、はい、エネルギーがないと、うん、やっぱり軌道にならないですね。なるほど。300億いかずしてその次はないわけですから。はい、うん、システムと教育についてですね、はい、ぜひ教えていただきたいんですが。システムは科学的手法ですね。科学的。やはりサイエンスですね。はい、一番いいこのシステム、はい、仮説を立てて、はい、そして実験して検証して、そして一つ一つを確実にものにしていくということですね。システムを構築することによって誰でもできるようになることが大切なわけですか。そうですから、その。誰でもができるようにするためには、できるだけ簡単な方がいい。できるだけ簡単な方がいい。簡単な方がいいですね。そのために仮説と検証、再実行をこう重ねていくわけですね。そうですね。誰でもできるように簡単に、シンプルに簡単にやっていくということでしょうかね。フォーマットを決めたり、はい、マニュアルを決めたり、はい、そうすることによって時間を短縮して覚えやすくするということでしょうかね。なるほど。一方で教育っていうものに関して社長はどのように？マニュアル化って所詮楽譜ですから、はい、楽譜、楽譜と一緒ですから、はい、はい、これマニュアルがあるからコントロールやれって言っても誰もできませんよね。はいはい、それをやってみせる人がおらないと。なるほど、それをやってみせる人をスピードを上げることによってもっと集団でいるようになりますね。マニュアルを作るだけじゃなくて、それをやってみせる人をセットで用意しなきゃいけないと、それを企業文化っていう形でですね、はいはい、文化っていうのはそのありさまですから、ありさま、我々のこのアメイズ文化をですね、はい、どう作っていくか、ということだと思いますけどね。アメイズ文化、今現時点ですでにアメイズ文化っていうのがいくつかもう教えていただける文があるんですか？もう朝晩僕の考え方をこうなんていうかどこまで浸透するかですけど、はい、従業員とそれぞれがまあ別のことを考えてる人たちばっかしですから、はい、だからそこら辺がだんだん固まっていかないとですね、時間が相当かかると思いますけど、これはもう永遠の課題ですから、もうやるしかない。やるしかない。